はい、皆さんこんにちは。愛の部屋へようこそ。本日の動画は、こちら、泥パックです。ごめんなさい、首をしてしまって、今時刻の方はもう夜の11時を回っておりまして、ですね、なんか肌にそのニキビでもなく、吹き出物でもなく、なんかよくわからないんですけど、白いなんかプツプツしたものが出てきちゃって、私がそれすごい嫌で、なんかコンシーラーで隠せようと思えば、まあ、隠せる、いや隠せないな、膨らんじゃうから隠せてないですね。で、まあそれ直したくて、なんか食べ過ぎてない日でも最近肌活、夜活に励んでます。泥パックなんですけど、ちなみになんかその前はそのピーリングこう塗ってピーって取れるピーリングやってた時、確かになんかそんなになんかなかった気がすると思って、それともメイクがちゃんと落ちてないのかなと思って、なんかもう調べようがなくて、ニキビだったらニキビ検索とか、吹き出物だったら吹き出物検索対策ってできるけど、と思って、私のやつなんだろうと思って、わかんない。白いブツブツ、白いブツブツ肌荒れ検索ってやったら、なんかその毛穴の詰まりって出てきたから、その、じゃちょっと詰まり取ってこうと思って、これやってます。ちょっともうね、塊がね、落ちてきてるんで、これ多分ね、そろそろやばいです。なんで、まあ、とりあえず、こういうことをしてます。じゃあ、次の工程があるんでね。ちょっとだから、食べ過ぎてない日でも、こういうことをしてるっていう、最近の夜活です。で、このドロパックっていうのは、結構、固まってくると、もう、床にポロ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 落ちてきちゃうんで、もう、本当に掃除が大変なんで、もう、急いで、ちょっと、もう、落とし始めで、後で掃除しなきゃいけないんで。はい、こういう感じです。はい。めちゃくちゃ多分、ドロパックって多分、みんなどうやってるんですか？いつもこう、なんか、ゴミ袋の上で落としてるんです。そうしないと詰まりそうじゃないですか、排水口とか泥って。どこで落とすんです、皆様。感じなんですけど。はい。なんで私は、いろいろね、今後、これをやった後に、この排水口とか詰まられた方がいい、もう、お手上げなんで。いつもこのゴミ箱とかの上で落としてから、洗いにかけます。それが多分ね、一番安全なんじゃないかと思います。すごい、カピカピ。めっちゃカピカピですね。なんか詰まらない気もし、いやー、詰まるだろうな。多分詰まると思うんですよね、私。なんで。やっぱこの袋の上でちゃんと落とすとね、一番安全ですね。だいぶ落ちてきたんですけど、なんか、春くんになった気分になりますよね、この音してると。なんか、春くんか、ちょっと名前覚えてないんですけど、なんか、絶対いた、マーベルに、そういう砂系。すごい。サラサラ。もう感じますね。はい。そしたら今、パック落とし終わって、化粧水した状態です。なんか、前回の時は、パックをしながらスチーム浴びたんですけど、今回は、やりすぎも、やっぱ肌もね、自分で生きていくっていうことを覚えた方がいいと思うんで、落とし、パックしないで、スチーマーを、ドロパック取って、洗顔して、化粧水塗った上に、こいつで、バーって、やります。はい。なんかちょっとこれ問題があって、こうちゃんとみんなから話したいんですけど、テーブルが低くて無理なんで、こう動かすのもなんかちょっと微妙なんで、映んないけど、これでいきます。なんか、なんていうんですか、あれです。ドロパックは別に毎日やらなくて、なんかそう、ね、これも毎日やってよくなかなと思って、全然やっていいなら頑張るんですけど、わかんないんで。で、なんか、基本洗顔と、メイクした日は、でもスチーマーでなんかメイク落とすといいよって言われたから、なんかそれは頑張ろうって思ってます。なんかやっぱ多分毛穴の、Google 先生も言ってたんですけど、なんか多分毛穴の詰まりかなって思って、なんかそれを回収したいからやってます。はい。これが最近の私の夜活です。まあでも髪の毛は、あと髪の毛、なんかよくわかんない人は一番最初の動画を見てください。ですね、髪の毛の方はですね、
成長してきたんで、まあ、多少マシになりました。ちょっと今見えないんですけど、はい、これが私の最近の夜活です。ほら見てください、パックしたらここに、パックってかな、ドロパックしたらこれちょっと痛いなって思ってやったんですけど、やっぱこう出てきたってこう、こいつ、これはちょっとね、その大きくなりかけたのを自分で手でいじっちゃったか、こういうことになっちゃったんですけど、はい、まあそういう感じですね。じゃあまた次回など、なんかどこまでなんか治るか分かんないんですけど、まあ、とりあえずやってみようって感じでやってます。はい、じゃあ失礼します。あ、インスタグラムのフォローと、こちらのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では。